どうもー。何すんのこれ。アイスクリームのコーンあるでしょ。ああ。その上にね、乗りたいと思って。誰が。あなたが。俺が。うん。大丈夫です。たくさんあれば乗れるんじゃないかなって思ったの。はい、準備しましょう。え、とりあえずテーブルは避けましたけど。はい。これコーンを均等に並べなきゃいけないから、これ取んないとダメだよ。取ろう。じゃあブルーシート。あ、でかいでかい、これでかいよ、ちゃめちゃでけえな。はあ。まずこれ開けた方がいいでしょ。これこれか。え、これ本来何に使うのこれ。わかんない。うわ、すごっ。あ、すごーい。おー、なんでこんなの買ったの、ちゃんでしょ。1200個でございます。お、やば。これさ、アイス屋さんとかであるやつじゃん、これ。ほら、あ、ほんとだ、アイス屋さんのやつだ。え、並べるんですよ。え、これ1200個全部使うわけじゃないでしょ。並べれたら並べたいなと思ってる。じゃん。これ実験だよね、これはね。はい。遅い、レッカー、ほら。じゃあ、きょうちゃんがこっちやる。遅い、遅い、遅い、遅い。ああ、遅い、遅い。やってください。ああ、遅い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 、もう。受け取ってください。すいません。はい。すいません、受け取ってください。うるせえ。すいません。いやいや、うるせえな。すいません、受け取ってください。受け取ってください、ちゃんと。そもそもこれには大きな問題があるけど、俺が乗っかるときってどこから乗るんだろう。均等に乗らないと絶対潰れない。そっと真ん中らへんに乗る。はい、というわけで完成しました。おー、次はこれを乗っけるとこですね。よし、おれーい。はーい。はい、せーの。おー、乗ったよ、きょうちゃん。すげー。ただこれ完全にくっついてる場面とくっついてない面がありますね。こうやって揺らせば分かる。ほら、俺が1列分足りてないけど、これ1列分足すか。さあ、ちゃん、姉ちゃん。はい。あれからですね、ちょっと補強してですね、500個入りました。150キロ VS、うん、500個のマイルドコーン。うん。果たして乗ることができるのか。いきます。怖い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 。パリパリ言ってる。固っぽ。あー、乗れてる、きょうちゃん、すごい。じゃあ、チャンネル乗るね。きょうちゃんになればいいの。そう。よっ。あ、すごい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 。きょうちゃん、乗れたよ。楽勝だったな。ね、乗れたね。150キロのデブにコーンは勝ったんだよ。今さ、すごいねって感動して終わろうと思ったんだけどさ。あじゃあ、なんで。もう成功だよね、乗れたし。まあ成功だね、奇跡の大成功です。でもちゃんとこの500個、これはね、うん、ちゃんと食べなきゃダメですよ。コメントでこれをどうするかを決めてもらおう。なるほど、うん、コメントで募集しよう。というわけで、マイルドコーン500個とアクリル板あれば150キロのデブでも重さが分散して乗れるという結果になりました。ですが、油断をするとぐちゃぐちゃになってしまいます。ですので、このコーン500個を、何か皆さんが考えがあるのであれば教えてください。今日の晩ご飯はマイルドコーン。はぁ、きっちり。バイ。
Thank you.